ハーラン・コーベンは、アメリカ合衆国の推理作家。ニュージャージー州ニューアークにて、ユダヤ系一家に生まれ、同州リビングストンで育つ。第55代ニュージャージー州知事クリス・クリスティとは、幼少期からの友人で、リビングストン高校でも同級生だった。アマースト大学で政治学を学び、作家のダン・ブラウンと共にプサイ・ウプシロンのメンバーだった。大学卒業後は、 祖父が経営していた旅行関連会社に勤務。現在はニュージャージー州リッチウッドに小2医の妻と4人の子供と暮らしている。大学4年生の時に作家を志すようになる。26歳の時に諸女作が受け入れられ、プレイデッド、ミラクル・キュアという2作の単独作を出版した後、1995年にマイロン・ボライターというキャラクターを 主人公にしたシリーズ作品を書き始める。同シリーズはバスケットボール選手からスポーツエージェントに転身したボライターがクライアントが関わる殺人事件などを調査するミステリー作品である。第一作目は沈黙のメッセージである。また2011年にはマイロンの甥いっ子ミッキーボライターが主人公のヤングアダルト向けの作品シェルターを初めて上司し、 これもシリーズ化。エドガー賞ペーパーバック賞、シェーマス賞、アンソニー賞の3賞を受賞した初めての作家である。2001年、ボライターシリーズ開始以後では、初となる単独作、唇を閉ざせを上司、公弁の著作の中では最も売れた、ベストセラー作品となった。2006年に、フランス人に映画監督のギオームカネにより、映画化された。 2008年4月に出版されたホールドタイトはニューヨークタイムズのベストセラーリストの第1位となったマイロン・ボライターシリーズ・ミッキー・ボライターシリーズ。ありがとうございます。